はじめまして、PSI です。画面が少し大きくなりました。ゲームボーイアドバンスのカートリッジスロットがなくなり、本体は薄くなりました。電源を入れると DSI メニューが開きます。ここからさまざまな機能が操作できるようになっています。さらに SD メモリーカードスロットを搭載、携帯電話やパソコンともデータをやり取りできるようになりました。 DSI は内側と外側2箇所のカメラで写真を撮影できます。ただ撮るだけではなく、もっと自由に触って楽しむことができる DSI カメラ、普通のカメラ、歪みカメラ、画像をタッチして自由に歪ませることができます。表情カメラ、怒ったり悲しんだり表情を変えることができます。色付けカメラ、白黒画像をタッチすればそこだけ色をつけることができます。顔合成カメラ、撮影した2つの顔を合成することができます。似てる度カメラ、撮影した2人の顔をどのくらい似ているか判定できます。他にも全部で11種類の面白カメラが内蔵されています。撮った写真はアルバムやスライドショーで楽しめます。写真を友達と通信で交換することもできます。 SD カード内の音声ファイルを再生し、音楽プレイヤーとしてはもちろん、音を触って楽しめる DSI サウンド、音程を変えずに速さだけを変えたり、速さを変えずに音程だけを変えることもできます。楽曲のフレーズを聞き取って楽器のリピート練習をするときや、聞き取りにくい英文をスロー再生して語学の学習にも役立てることができます。マイクで録音して遊ぶこともできます。任天堂 DSi、 任天堂 DSi、 任天堂 DSi、 DSi ショップ、 DSi 専用ソフトをダウンロード購入できるほか、インターネット閲覧のための DSi ブラウザやパラパラ漫画も作れる動くメモ帳を無償でダウンロードすることができます。購入は任天堂ポイントプリペイドカードに書かれた番号を入力することで行います。インターネットに接続するには無線 LAN 環境が必要です。お店の DS ステーションでもインターネットに接続できます。もちろんゲームやダウンロードプレイなど任天堂 DS の基本機能はこれまで通り。お気に入りのソフトや機能を自由に選ぶ、自由に増やす、自分専用のマイ DS を作り上げる楽しみを DSI は提案します。任天堂 DSI。